ファスックスとは NVIDIA が開発、提供しているリアルタイムの物理演算エンジン。ソフトウェアがファスックスのハードウェアアクセラレーションに対応している場合、クダが使用可能な G ホースのうち32以上のコア 256MB 以上のグラフィックスメモリを搭載する製品でハードウェアアクセラレートが可能である。ファスックスのハードウェアアクセラレーションは 日夜進化を続けるコンピュータゲームにおける物理演算を CPU から肩代わりすることで動作スピードの上昇を目指したものである。汎用プロセッサである CPU のパフォーマンスでは不可能に近い爆発によって飛び散った破片を毎回ランダムに演算する等の複雑かつ高負荷の描写を事前作成済み動画の読み出しなどではなく実際にその場で演算して リアルタイムに描写することが可能になるとされている。対抗とされる物理演算システムとしては、ハビックが挙げられる。ファスックスは、様々なプラットフォームで500以上のゲームに使われている。開発元は、米カリフォルニア州に本拠を置いていた、アゲイア社。2008年2月4日に、NVIDIA GeForce シリーズを開発する NVIDIA が、アゲイアを買収し、ファスックスと、 G-Force シリーズの統合が発表された。NVIDIA による買収後は専用チップ及び専用ボードは生産されていない。f a s x SDK2.83 からフィジクスプロセッシングユニットのサポートが打ち切られた。f a s x は以下のプラットフォーム上で動作する。いずれのプラットフォーム用 SDK も無料で配布されている。これらのうち、 PC 用の SDK は NVIDIA 社の f a s x SDK ダウンロードページより直接入手することができる。NVIDIA 社スタッフによるサポート及び開発支援ツールが優勝で提供されているが、これらを利用しない限りは商用利用を含めて無料である。f a s x はアンリアルエンジニア Unity にも統合されている。f a s x では現在以下の機能がサポートされている。 ファスックスの発表当初以下のような問題があった。例えばファスックスによって爆発の破片によるダメージ判定などもできるが、それはネット対戦などにおいてはすべてのプレイヤーがファスックスを導入していなければ対応が難しい。ゲームソフトとは別に物理演算ボードを購入する必要があった。これらの問題点は NVIDIA がアゲーアを買収した。 ことにより一定の解決を見る。ただしそれによって新たなデメリットも生じた。しかし、AMD は、インテル社のハビックと提携し、なおかつ独自にオープンソースベースの物理エンジンブレッド、フィジクスにも着手しているため、物理エンジンにおける AMD と NVIDIA の歩みよりは、すでに非現実的なものとなりつつある。EN、リストオブゲームズウィズハードウェア。 アッコセロレイテッドファスクスサポートのリストの通り、ハードウェアによるファスクスワクセラレーションに対応したゲームタイトルの数はソフトウェアによるファスクス利用タイトルの数に比べると限定的である。ありがとうございます。